はい。それでは、理論科学2回目ということで、今回の内容は物質の分類して、まあ、原子の構造というところについて解説していきたいと思います。まず物質の分類ですけども、物質は大きく分けて、純物質と混合物の2つに分かれます。さらに、純物質とは単体と化合物に分かれます。つまり物質とは単体、化合物、混合物の3つに分かれるということになります。で、一つずつ説明していきますが、まず単体とはですね、一種類の元素のみからなるということで、例えば O2 酸素ですね、H2 水素、ヘリウムと、こういうふうに一種類の元素からなっていると、そういうことです。それに対して化合物というのは複数の元素からなる。で、ここが大事なんですけども、複数の元素からなって、それらが化学反応で結合してできているものを化合物というふうに言います。まあ、H2O、CO2、NaCl。例えば、まあ、H2O、水ですね。とか CO2、二酸化炭素。こういうものは、共有結合という結合で、まあ、結合、まあ、化学結合されています。それに対して、まあ、NaCl というのは、イオン結合という結合で、そういうふうな化学反応でできた物質ということですね。それに対して、混合物というのは、化合物との違いは、化学反応ではないと。いうことで、単に、物質と物質が混ざっているただの混ざり物という考え方です。例えば石油なんていうのは、いろんなものが混ざってますけども、石油とか、あと空気。空気は、主に酸素と窒素ですが、それ以外には、例えば二酸化炭素とかアルゴンとか、そういうふうなものが、単純に混ざっているだけと、そういう違いがあります。はい。次にですね、原子の構造ですけども、原子というのは、まず中心に原子核というものがあります。で、その周囲に電子というものが存在します。そしてですね、原子核というものは、さらに分けることができて、それは陽子と中性子です。で、陽子というのは、ここも大事なんですけども、陽子はプラス1の電荷を持つ。電気的な性質を持っているんですね。プラス1の電荷を持つ、粒子です。で、中性子というのは、その名の通り中性ですから、電荷を持たない、そういう粒子です。そういうふうな、陽子と中性子という粒子の集合体を原子核というふうに呼びます。で、その周りに回っている電子ですけども、電子は E- というふうに書き、これはこの書いてある通りに、-1の電荷を持つと。そういうふうなものですね。はい。で、原子の基本まとめということで、ここはもう、本当にもう、このままスクリーンショットしていただいても、丸覚えしていただいてもいいんですけども、先ほどの図よりもさ、ちょっと詳しく書いてみました。つまり原子とは、原子核と電子と、いうふうなもので構成されていると。そしてですね、ここは非常に大事なんですけども、もう極めて大事なんですが、陽子と電子というのは、互いに電気的性質を打ち消すように同じ数存在すると。原子の中では、原子というものの中においては、陽子と電子というのの数は絶対同じなんですね。プラスマイナスゼロになります。それはですね、こう簡単な図を書いたんですけども、これを見ていただいてもわかるように、例えば今、この陽子というのは、この図では、青ですね。青で書いてますけども、それに対して電子というのを、ピンク色で書いてますけど、陽子が例えば2個あるならば、その周りを回っている電子も必ず2個あります。陽子が2個なのでプラス2。それを打ち消すためには、マイナス1の電子も2個必要であるだろうということで、そうなっているんですね。で、一方、中性子というものは、電気的性質を持たないですから、実際いくつあっても構わないというふうになりますが、いくつあっても構わないというのは、ちょっと公平がありますけども、基本的にはそういう感じですね。
まあ、ここにも書いてますが、一方で中性子は電気的性質がないので、必ずしも同じ数である必要はないということですね。で、次にですね、まあ、これが、まあ、例えばこれは炭素ですけども、まあ、質量数12の炭素というもので、まあ、後に出てきますけども、まだこれも非常に重要なんですけども、とりあえず書き方だけここで覚えておきましょう。まず炭素は C というもので表しますが、それのですね、左上のところに12、これを質量数と言いますが、それに対して下に6、これが原子番号ですね。で、質量数というものは何を表すかというと、陽子の数と中性子の数の合計になります。質量数というからには、基本的にはその原子の質量というふうなものを表しているというふうにお考えいただいていいんですけども、ここで一つ疑問になるのは、原子というのは、陽子、中性子、電子でできているはずじゃないのかと。で、電子は数えなくていいんですかという話になると思うんですけども、実は、電子というのは素粒子なんですけども、陽子と中性子というのは、まあ、素粒子ではないですね。もっと分けることができるんですね。そういうのもあって、まあ、陽子と中性子の質量は少し違うんですけども、ほぼ等しいと。ところで、それに対してですね、一方、電子の質量というのは、それらのおよそ1840分の1程度しかありません。したがって、陽子、中性子と比べると、もう取るに足らないものであると考えることができるので、原子の質量を、まあ、原子の質量を見る上では、もうほぼ無視していいというふうなお考えで結構です。質量数イコール陽子数プラス中性子数。もう一つ大事なことは、原子番号ですね。これは、前回お話した、周期表は原子番号の順に並んでいるんだよ、ということを言いましたが、原子番号が、例えば、炭素なら6番。6番ということは、これは、陽子の数を表しています。そして、この上で書いたように、陽子と電子は、原子の中では、電気的性質を打ち消すように同じ数あるんだよ、というふうに言いましたね。なので、陽子数は当然電子数とも等しいだろうと。原子番号イコール陽子数イコール電子数と。そういうふうになります。はい、今回のまとめです。物質には単体、化合物、混合物があります。そして、原子とは正の電荷を持つ原子核と、その周りにある負の電荷を持つ電子で構成されていると。でさらに原子核というのは陽子と中性子からなりますよと。そして原子は電気的に中性となる。つまり陽子数と電子数が同じということです。そして最後に質量数とは陽子数プラス中性子数のことである。原子番号とは陽子数のこと。そして電気的に中性になるんだから陽子の数と電子の数も同じなので、結論としてはですね、原子番号というのが陽子数イコール電子数と、になるということですね。これは今回のまとめです。それでは今回はここまでにしておきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。よろしければ高評価、チャンネル登録をしていただくと励みになります。では失礼します。バイバイ。